おはようございます。本日の朝食です。オートミール 30g、 これ卵を使っています。そしてポン酢とお茶漬けの素をかけてます。ヨーグルト 130g です。こんな感じです。こちらが職場に持ってくお弁当です。鶏そぼろ弁当になります。あと卵としめじが入ってます。玄米は 100g です。こんな感じです。いや、食べたい。はい、ただいまね、会社と職場から帰ってきました。会社と職場は一緒ですね。すいません、失礼しました。職場とスーパーから戻ってきました。減量生活ね、何買ったかっていうのを簡単に紹介しようと思います。まずはいつもの無脂肪ヨーグルト。それから納豆、しめじが2つと、増えるわかめ、鶏胸肉、卵、インスタントコーヒー、そして鮭ですね。最近はこの銀鮭にハマってます。毎晩食べてるっていう感じですね。今日も鮭のご飯なんですけども、焼いたのは昨日かな、昨日焼いたものを今日食べます。これは明日以降のものになります。そして個人的にね、今回ちょっと嬉しかったのはお茶漬け職人、これですね。僕はこれいつもねオートミールにかけて食べてるんですけど、いつもこの塩味控えめのものを購入してます。ウニとバラのりとタイということで、いつものお茶漬けの素よりちょっとランクが高いものとなってます。減量中はねこういった感じでちょっとでもなんか贅沢できると、すごくモチベーションが高くね保てるんじゃないかなと思ってます。これね、明日のオートミールかけるのが楽しみです。はい、こちらが本日の晩ご飯になります。味噌汁と玄米 100g、 キャベツ、納豆、それから鮭ですね。鮭は1切れ半です。そしてアスパラとしめじがちょっと入っています。それから納豆もちょっと食べます。やっぱ鮭は美味しいですね。ちょっとカピカピなんですけど、それでもまだ美味しいかなと思いますね。うん、よく噛んで味わいたいと思います。近頃ですね、ようやくこうモチベーションが高くね、こう減量をやっているんですよ。だいぶ楽しくなってきましたね。減量生活の食生活と、まあ、生活のリズムがですね完全にできてきたので、だいぶ体の方も慣れましたし、そしてね変化が楽しめるようになってきました。なので、ね、こっからがですね減量どん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 乗っていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。今は減量して体の変化をすごい楽しみに毎日ね過ごしてるっていう感じです。まあ、ただねちょっとだけねこう腰の痛みがありまして、まあ、それだけが不安なので、明日ねちょっと病院に行ってこようかなと思ってます。本日の朝ごはんになります。脂肪ヨーグルトとオートミールです。代謝漬け味、いただきます。まあまあかな。もう減量期はだいたいいつも同じのを食べるんで、そういう意味ではね別の味を楽しめるっていうのはありがたいかなっていう感じですね。悪くない。
負けるな中年。はい、本日職場に持っていくお弁当です。昨日と同じで鶏そぼろになります。それから玄米 100g です。はい、今ね、針に電気を流してもらってる状態です。これで10分ぐらい治療するそうです。なんか誰かにね、背中をずっとこうツンツンされてるみたいな感じで気持ちいい、面白い、変な感じですね。はい、今針治療から戻ってまいりました。人生初の針治療、結構面白かったですね。針治療の後にマッサージも15分ほどしていただいて、やっぱりね、結構筋肉が硬くなってるよっていうところなんですが、まあ実際今のところはですね、まあ、そんなにこう生活上は問題ないっていうか、まあ、ちょっとねピキッと気になるので、まあ、明日ね足のトレーニングもあるので、まあ、その前にですね、まあ、今日行ける時間があったのでちょっと治療をしてみました。まあなんだか今回の減量期間中はずっとVlog 病院ばっか行ってる所長しかいないっていうね、もうただのおっさんですね。いや、そういう意味ではね、研究員の皆さんの、こうなんですけど、モチベーションにならないような動画なんじゃないかなと思いつつ、まあこれはこれで、まあちょっと現実としてですね、この記録に残そうかなと思って、こういうのも含めて動画作成をさせていただいてます。なんか思ってたよりも針治療、すごく良かったような気がしますね。あとはまあちょっと時間が経って、この痛みが引けば嬉しいかなと思います。今日はもう、あとはですね、ご飯作って、あとお弁当ですね。明日からの職場の弁当の、まあ在庫がなくなったので、そちらを作って、あとは動画編集して終了と、そんな感じとなっております。もう本当にね、減量生活はこう粛々と同じことの作業の繰り返しというような感じですね。はい、という感じでですね、今ご飯食べ終わってシャワーもして、あとは寝るだけっていう感じです。減量生活24日目が終了しました。もうね、これぐらいになってくると、まあ、この間も言ったんですけど、減量がね楽しくなってくるんですよね。結構ですね、僕の場合はですけど、ここから体の変化が徐々に進んでいく、まあこれがね目で見えてわかるようになっていくので、まあ、ここからねちょっともう一つこうレベルを上げて減量を楽しみながら、やっていこうかなと思っております。一緒に減量頑張ってる研究員の皆さん調子はどうですか。一緒に楽しくやっていきましょう。負けるな中年、この気持ちで僕も頑張っていきます。皆さんも頑張っていきましょう。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんに、たしゃ、おやすみなさい。重い。